こんにちは。今日は林道の里一宮町荻の草に来ています。ここは北外林の標高750メートルのところにあり、ご覧の通り周りは草原と森に囲まれています。今日は特に阿蘇名物である雲海が発生をし、とても綺麗で、またこの場所は雲海よりも上の場所にありますので、大変壮大な景色を楽しむことができています。私も今、太陽の光をいっぱい受けておりますけれども、時折注いでくる涼しい風は、本当に素晴らしく、空気がとっても綺麗です。さて、現在この地区には20世帯の方々が暮らしております。主に農業をされていますが、中でも熊本県の県下でもある林道の栽培が盛んに行われています。標高差による涼しい気象条件を必要とする林道栽培は、荻の草地区の環境に合い、素晴らしい紫色の花の色が出せることから、年々出荷量が伸び、今や九州一の出荷量を誇る林道の産地となっています。林道は露地栽培ですので、収穫期は畑が一面紫色の絨毯のように染まり、林道の里にふさわしい光景を見ることができます。ぜひぜひ一度お尋ねになってみてください。さて、次に私は荻の草から降り、阿蘇谷の田んぼに来ました。阿蘇コシヒカリがしっかり実をつけ、これからいよいよ待ちに待った収穫を迎えます。阿蘇は昔から米作りの盛んな地域で、地元に伝わる数々の農耕祭事から、米に対する先人の思いや農作業での工夫が感じ取れます。現在を生きる私たちも、先人から受け継いだこの素晴らしい田園を大切に、まずは環境を第一に考えながら守っております。この景観の良さから、阿蘇の米の元気な様子が伝わると思います。豊富な湧水と豊かな土壌で、農家の皆さんが安心安全を合言葉に育てた阿蘇の米です。風味たっぷりの新米をぜひご賞味ください。うちの巻212号線にある花遊びでは、今月から館内のレストランで赤牛と新米フェアを行っています。食事以外でも新米はここで精米をし、お土産として購入することもできます。また新米に合う地元の農家手作りの漬物やお惣菜も販売しておりますので、ぜひご利用ください。